平成28年5月21日、熊本地震からおよそ1ヶ月が過ぎたこの日、阿蘇市上西黒川の公民館で、ガマダソーマルシェが開かれ、地元の人たちが楽しいひとときを過ごしました。ガマダソーマルシェは、阿蘇市上西黒川で開業しているゲストハウス、遊び心のオーナー、吉澤俊康さんが、全国の仲間などに呼びかけ、熊本地震で被災した地元の人たちに地域への恩返しと元気を取り戻してもらおうと開催したもので、イベントが始まると地元の人たちが次々とやってきました。このガマダソーマルシェには地元の阿蘇プラザホテルや門満、神話園、今金食堂などの料理長7人で作るうちの巻料理維新の会も協力。料理長自慢の煮込みハンバーグや吹きご飯などを振る舞いました。地元の人たちは、美味しいです、心が和みますなどと言って、料理長たちが腕によりをかけた一品を味わっていました。また会場の一角では、紙で作る紙コマ作りなど体験コーナーもあり、子どもからお年寄りまで、お腹も心も満たされる和やかな時間を過ごしていました。この催しを開いた吉澤さんのゲストハウス、遊び心も、4月16日の本震で被害を受けていて、吉澤さんは、阿蘇は宝物、元気になるように頑張りたいと、これからの意気込みを語っていました。